はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、リバプール2日目ということで、北ウェールズ地方に行ってですね、世界遺産のコンフィ城をね、回っていきたいと思います。このね、世界遺産コンフィ城は、ラピュタのですね、モデルになったね、お城ということで、非常に楽しみです。今からバスで行きます。ではですね、アイルランドだったりスコットランドのウイスキーに、勝ってですね、賞をもらったこともあるフェンデリーウイスキーというものがあります。左手の前方に見えております。こちら19世紀に作られたお城になっています。海沿いの街がたくさん見ることができます。目の前にコンフィ城が見えてきましたけれども、こちらの眺めがですね、 JW ターナーによって18世紀にこちらの方角から描かれています。4つのタワー層がありまして、ここに例えばこの赤いドラゴンがですね、今にも現れてこう近づいてくるものに対してこう炎を吹くようなイメージができるかと思います。バス降りていきなりこれですよ。すごいです。めちゃくちゃすごい。どう見て上どう。すごい。この家ももはやお城みたいです。綺麗な街並みです。めちゃくちゃ綺麗。そして今日も天気がいいこと、いいこと。楽しいね。すごい綺麗じゃない。もうすでに感動レベルのね、光景がね、すごい。もうバス降りて1秒で飛び込んできてね、びっくりしました。コンフィ城すごい大きいですね。もう全然今まで見たものとね、ちょっとね、規模感が違いますね。これは本当にすごいです。天空の城ラピュタのモデルになった、そんなお城ということです。コンフィ城の石が描かれています。お城見てください。これすごいね。あーすごい。下道路ですね。大きいね。大きい。どう、こんな大きいね、お城今からね、じっくり見に行きます。わあ、めちゃくちゃ大きいですね。コンフィ城はですね、コンフィにあるお城なのですが、コンフィは北ウェールズにある小さなですね、歴史のある町です。でイギリスでね、最も中世を感じるですね、町とも呼ばれているほど歴史をですね、感じることができます。こちら、うわー、めちゃくちゃ綺麗。ここをですね、お城のね、王様はね、常にね、眺めていたんでしょうね。お城の中に入っていきます。すごい、これは、うわ、これはすごい。ここはですね、お城のまだね、外だそうで、ここはですね、まだね、一般の人はね、ここまで来れたそうなんですけれども、ここはね、攻撃をね、防ぐように、あそこからね、弓矢を発したりとか、このね、いろいろな穴からですね、熱湯だったりとかね、が降り注いできたりとかして守っていたみたいです。じゃあちょっと中に入ってきます。はい、中行くよ。うわーすごい。うわ、門番がいるよ。うわーすごい。さっきあの上の塔もね、行けてたんで行ってみたいですね。ここはどこだ。うわーすごい、すごいです。うおー、このような形になっており、はい、こちらがですね、暖炉だったんですかね、昔の暖炉になっていたみたいな形ですね。監獄の塔らしいです。プリズンタワーです。そちら監獄の塔というのは、このお城はまた自分たちの力を示すところでもありますので、悪いことをしたというか背いた人は自分たちで罰する。次は王と王妃の間に、向かっております。おお、これすごい。これ携帯落としたら一巻の終わりです。これは井戸です。こちら、150メートルの、深さがあります、はい、もし敵に攻撃にあった場合ですね、この内部の方を
とりあえず守って、この外側は敵に渡しても構わないと思っていました。はい、今王と王妃の間に向かっております。うわーすごい、もうすごい広いですね。うわすごい。こちらの部分が王と王妃のプライベートなエリアでした。エドワード1世とその妻エレーナ・キャステリアです。エドワード1世は王妃のためにですねこの場所を作ったんですけれども、王妃は一度もここを訪れませんでした。妊娠して一番最初の子を身ごもっていまして、ここではなくてここから30分ほどのところにある便所に、でそこでエドワード2世を産みました。王様とお姫様のお部屋ですよ。はい、すごいです。気をつけてね。わーすごい、なんですかここのビューは。とっても綺麗なビューです。すごい綺麗です。うわーすごい、川がしっかりと流れています。ここ本当にすごい景色がいいですね。ね、ママどうですか。最高、最高の景色。上に行った方がさ、見えやすいんじゃない。ちょっと待って、ここの上ってここですか。うん、行けるのかな。行けるよ。気をつけて上に行きましょう。怪我しないようにね。はい、じゃあ行きましょう。どこだ、どっち行く、どっち、こっち左いいかな思って。私いや怖い、行きますか、ね、はい、びっくりね。行きましょう。一方通行じゃないの。うわ、こっちがこっちの方に行くね。うわすごいね、兄が気をつけてね。うわすごい急だね。はい、すごい、はい、これ、はい、紐、はい、わこれは本当に確かに急ですね。いけるいける、すごいね、すごい。まだ上がありますけど一回出ましょう。ここの景色見せてください。うわすごい、レッツゴーレッツゴー。うわすごい、これは何と言いますか。これが昔の図ですけれども、今これがこんな感じです。すごい、わーすごい。あ、レイモンド、レイモン、中国の友達です。はい、ね、この天空の城、ラピュタのですねモデルになったっていうですね世界遺産のねお城ですけど、どうですか。一見の価値はあると思いますので、皆さんぜひ訪れてくださいね。わあ、いろいろね登れるみたいでね、いろんな人がね上にいます。すごい、行こう。アイちゃんどこ行く。よし、じゃあここに行ってみよう。はい、ではチャペルタワーにもう一回ね、もう一つ一つ上にね行ってみたいと思います。こっちかな。はい、気をつけてね。階段今登ってます。今ちょっと渋滞中です。すごいこれ。あっちに羊がいっぱいいる。ヤッホー。うわー。すごい、これは本当にヤッホーって呼びたくなりますね。どうですか、塔のね一番上まで来ましたけれども、めちゃめちゃねあのヤッホーってね叫んでて、すごい。じゃあもう一回行くよ。せーの、はい、ヤッホー。すごい、こんにちは。中国のお友達と国際交流してます。イエーイ、とっても綺麗です。うわ怖いね、とっても怖い。ここは本当にとっても怖いです。すごい。
これね、一番上のですね、塔でめちゃくちゃ景色がいいです。こっちのですね、アングルはですね、川ですかね、がすごく、見えて、とても景色がいいです。今ですね、こちらにもね、塔が見えますけど、同じぐらいのね、塔の高さのものがね、ここだったりとか、あとね、こっち、ちょうどここですかね、ここにもね、見えますけれども、本当ね、先ほどね、お話してた方だとね、もうね、3つの塔をね、登ってきてね、それぞれの景色を楽しんでいた方もいらっしゃいました。下りの階段はこんな感じで急です。今から階段下っていくんですけど、下りは気をつけてくださいね。これがね、さっきね、あのガイドさんが言ってて、礼拝堂だったと思うんですよね。あ、ほら、チャペルがね、あって、礼拝堂をここね、見ていただきたいんですよ。この王様が神よりも偉い、神を見下ろすっていうような形で、ここからこうね、見ていたっていうようなお部屋になってるってことなんですね。それにしてもすごい広いですねどうですか？めちゃくちゃ広い。やっほー。さっきのね、塔は怖かったですけど、ここね、こんだけ広かったら安心ですね。こちら反対側の景色、こんなような街並みです。さっきね、あそこのね、塔にね、奥にね、乗ってましたけれども、今ね、離れてちょっと、低いところに来てます。うわ、旗、うわーうわーすごい。本院城はこのようになっていたみたいです。うわー、どうなってる。うわー、このステア中央ゴールを、なんだろう、これ何になってる。うわー、うわ、これは何でしょう、何でしょうね、これは。うわ、なんかここに書いてあるね。どうなってる？どうなってる？そっちは。怖い虫がいる。Let's go。 うわ、見て。うわ、行き止まりじゃん。うわー、すごい。ここでお城を守ったりとか、敵が来た時に弓矢で仕留めていた場所になるんですかね。地下もありますので行ってみましょう。うわー、すごい。うわーすごい。うわ、めちゃくちゃすごい、これ。何ここ、すごい。これ大広間って言ってましたね。ここがね、暖炉のね、跡ということで、ここが大広間で、なんかいろんなパーティーがされた。でも確かに広いですね。すごい。今回ですね、皆さんね、このね、コンフィン城いかがだったでしょうか。もう本当ね、私も、すごいね、感動しっぱなしでですね、中世の、ね、方がね、ここにね、暮らして生活をしていたということをですね、考えるとすごく趣がございました。お土産ショップもとても素敵です。トレーナーです。個人的にこれがめちゃくちゃ素敵だなと思います。この絵がすごい素敵です。 Is this beautiful old bridge across the river and this amazing old stone cottage on the other side? ランチです。はい、こちらからですね、橋が見えて、北ウェールズで有名な景色、よくポストカードになっているのがこの橋ですね。この辺りの風景がとても有名です。すごい。スノドニアの辺りで、こちらのよくポストカードで使われる景色がこの橋です。現在は
ハイキングだったり、自然の中をこうトレッキングだったり、そういったことをするための人々がたくさん訪れるビジターハブとして、出来上がっている街です。ウェールズの葬式という絵がありまして、1850年に描かれています。ランチ会場に着きました。素敵な、ね、ランチ会場です。コーヒー場に乾杯。最高。コーヒー場どうでした？お城大きかったね。すごいね、迫力だったね。どうでしたか？塔に登れたから最高でした。前菜来ました。マッシュルームです。どうですか？美味しそうですね。いただきます。毎回ですね、このツアーね、私たち参加してますけど、ツアー全体的なところ見てどうですか？レストランが毎回いいところがあって、とても食事も美味しいし、ああいった感じで、はい、ね、まあ、皆さん本当に、ね、楽しんでますけれども、視線リミットっていうのがね、帰らないといけない時間がですね、ございますので、それをですね、過ぎちゃうとね、置いてかれちゃうんですよね。クルーズのね、主催会社なんですけれども、そこのね、ツアーってね、すごくね、いい感じだと思いますので、気軽に楽しみたいとかね、私たちみたいな感じの方はツアーがね、いいんじゃないのかなと思います。メインコースのお魚が来ました。わー、美味しそう。どうだ、お魚好きですか？Yes、ここの、ところでですね、ランチをいただきました。ベトウス・ア・コエドっていうですね、そういった観光の名所の街になりますけれども、いろいろな素敵なものがたくさんあります。お買い物タイムです。気持ちいいね。いいね、本当に綺麗な街並み、そして自然です。ワンちゃんもお散歩して気持ちよさそうです。わ、すごい。あそこにゴリラちゃんがいます。あ、ゴリラちゃん。なんだ。ゴリラ、ゴリラ。ゴリラ。うわあ。かわいい。なにこれ、なにこれ。すごい綺麗です。あら、ここにも。こちらですね、ベトエサーコエドの、これは中心ですかね。こんな形ですごいです。あ、この辺じゃない、この辺、この辺は本屋さんだ、本屋さん。そしておもちゃ屋さん、これピザ屋さんだね。ピッザ、あ、美味しそうだね。あ、あったあったあった、おもちゃ屋さんあったよ。何か13分出てくから OK。これはラブスプーンかな。ラブスプーンですね、こう送り合うといいというふうにガイドさんが言ってました。めちゃくちゃ素敵です。ここでね、ちょっとね、あの街並みを楽しんでお買い物できましたね。すごい綺麗なね、建物でね、街並みでね、こういうとこでね、ランチとかしたいね。うん、したい。じゃあちょっと自由行動ね、少ないんで、バスに戻りましょう。すごい綺麗です。ではですね、今回ですね、リバプール2日目はですね、世界遺産のコンフィ城に行ってきました。もうバスでね、往復ね、4時間かかりましたね。かなりね、タフな1日でしたけれども、本当にですね、タフなね、この行き帰りにも似合うようなね、最高の景色でしたね。イエーイ。ではですね、またね、次の飛行地でお会いしましょう。バイバイ。